これは困ったわね。何が起きているの？セキュリティが生きているわ。侵入できない。なんで？それはわからないわ。カードキーがあれば侵入できるけど、脱出で忙しかったから持ってこれなかったのよ。心配しないでください。こんな薄っぺらい扉なんて私の火力で吹っ飛ばしてみせます。やめましょう。厚さが40センチ以上もある合金鉄板なのよ。個人火器で突破できるようなレベルじゃないわ。なんと極限に達したと思っていましたが、ただの自信過剰だったみたいです。ミーが通行許可証をあげましょう。 But このパスはちょっとスペシャルなものです。今ミーがやった動作を遂行するとパスがアクティベーション。マイカンパニー、テトララインのテクノロジーが集約されたパスなのです。でもそれ、ラピ、アニス、私変です。何が？何？恥ずかしいです。それは私も。それは勝利の舞ですか？女神に捧げるという。私もやります。女王様も一緒にやりましょう。そうね、そうしましょう。すごい踊りね、しもべ。すごいです。こんな踊りは初めてです。お疲れ様でした、指揮官。幸いこっちにはあまり手を出していないみたいね。あっちの端末を調査するといいわ。私が後ろで資料の経路を教えてあげる。なんで罠でも仕掛けてるの？どういう意味だ？なんで自分でやらずに私たちにやらせるかってことよ。ああ、そういうことね。見せてあげるわ、その理由を。超能力？まあこういうことよ。なぜか私が触る機会は全部故障してしまうの。だから家にある機械は全部私がコントロールするんです。なんで？私にもわからないわ。まあどうやら私は壊れているものしか触れないみたいなの。パスワードがかかってる。何？パスワードはワンダーランド。大文字と小文字に気をつけて入力してちょうだい。さあ次はあのフォルダよ。それからそのファイルを開けて。違う、そのファイルじゃないわ。それはゲームよ。デジタルコップって知ってる？古いけど名作なの。その隣のファイルよ。そう、それを開けてパスワードを入力してちょうだい。パスワードはスーパーウルトラニケよ。その画像をスクリーンに出力させて。北部の全体地図よ。そして画面に表示されているのは巡礼者、つまりピルグリムを目撃したところ。目撃したことがあるの？遠くからね。実際会ったことはないわ。それから今画面に表示されているのが巡礼者が出没する時期よ。パトロール。そう、巡礼者は北部で何かを探しているみたい。一定した周期で動いているのよ。
そしてちょうどこのポイントに現れる時期が近いわね。運が良ければ会えるわ。コードネームはスノーホワイト。これで十分。指揮官、休息を取ってからすぐに出発しましょう。ついてこい。ここは天井に穴が開いているから休息には向いてないわね。ここで休みなさい。ふん、それが気になるのね。理由は二つよ。恥ずかしかったから、そしてやるべきことだと思ったから。詳しいことはしもべが私ともっと親しくなってから教えてあげるわ。アリス。はい、女王様。しもべの隣にいてあげなさい。温かくしてあげましょうか。そう。発熱スーツ。いや、冷却スーツなのよ。アリスの体温は異常に高くてね、あのスーツで体温を抑えているのよ。疲れすぎると眠れないから。そんな時はアリスの体温がとても役に立つの。ウサギさん、暖かいですか？おやすみなさい。私がそばにいます。おやすみ。お目覚めですか？体調はどうですか？では出発します。そういえばアークと連絡はまだつながらないの？つながらない。エブラ粒子の濃度も低いはずなのに、なぜだろう。まあ北部ではよくあることよ。未知の何かが通信を妨害しているんでしょうね。氷の下には怪物が眠っている。ありふれた話だと思わない？そうかも。あ、女王様。どうしたの、アリス。眠り姫たちを確認しないと。後でやったらどうかしら。ダメです、長らく見てませんから。もしかしたら目が覚めたかもしれませんよ。眠り姫たち。女王様、早く。そうね、行きましょう。ここです、眠り姫たちがいるところ。ここは私が紹介しますね。この方は青い髪のお姫様。そしてこの方は黄色い目のお姫様。ここにいる方はみんな眠り姫です。私たちはこの方々を起こして一緒に幸せな世界へ行くんです。そして一緒にお菓子も食べて牛乳も飲んで。アリス。はい、女王様。牛乳の話をしたら飲みたくなったわ。持ってきてくれる？はい、女王様。市場で救出されたニケたちね。そう。みんな死んでるけど、死体を集めてどうするつもり？まだ死んでいないわ。頭が空っぽでしょ。脳がないの。ニケを救出するとこうやって脳だけ消えたケースがほとんどなのよ。これが何を意味するかわかる？
ニケは脳が死んだら終わり、二度と復活できない。だから奇跡を祈りながら脳が戻るまで安全なところに保管しておくのよ。誰かが見つけてくれることを祈りながら。ああ、私たちはそういう仕事をしている。彼女らが望んでいた奇跡を現実にしてあげる仕事を。見つけたことはあるの？ええ、数十人は助けたわ。もちろん脳とボディが離れていた時間が長いからシンクロが合わなかったり、精神崩壊や記憶喪失になったケースも多かったわ。でも結局生き残ったわ。生き残ったのよ。それで十分だわ。大変ですね。やりがいのある仕事だと思ってるわ。でもあなたたちにこれを見せたくはなかった。最悪のケースを目の前にするとそんな未来を想像してしまうから。悪かったわ、余計なものを見せてしまった。いや、あなたたちに敬意を表す。私もです。ありがとう。でも敬意はしばらくしまっておきなさい。最近は迷子になったり救出を求めるニケがかなり減ったの。なぜ？わからないのよ。でもここ数年でその数が明らかに減った。アークへの生還率は変わらないのに、なぜかしら。女王様！女王様！牛乳が切れてしまいました。どうすればいいでしょうか？まあアリス、口元についた牛乳は何？あ、さあ見送りはここまでよ。これからも頑張りなさい。私たちはここに残るから。何？一緒に行かないの？私たちはここまでよ。残念だけど仕方がないの。私たちはあくまでも道に迷った仲間を探すのが仕事なのよ。しもべの任務は非常に興味深いけれど、また迷える誰かが北部を訪れるかもしれないから。家も取り戻したことだし、私たちの仕事をやらなければね。眠り姫たちのお世話もあるし。思ったより真面目なのね。やるべきこととやりたいことの判別がつくだけ。アリス、しもべとその仲間たちはさらに強い力を手に入れるためにしばらくここを離れるわ。大丈夫か？はい、ここで待っています。仕事が終わった時にでも顔を出してくれたら嬉しいわ。任務がどうなったか気になるから。では行ってきなさい。しもべ、念のために一つ言っておくけれど、新しい出会いとは相反する世界が接触することと同じなの。違和感を感じることも恐れを感じることもあるでしょう。その違和感に耐えられなくなっても、その恐れがいくら大きくなっても、絶対に相手の世界を壊してはダメよ。相手の世界を認め、その過程で自分の世界を一部譲ることになったとしても、相手がずっと生きてきた何よりも大切にしている世界を絶対壊さないように。私が言っている意味わかるかしら？いい子ね。ブーンを祈るわ。いってらっしゃい。ポイントに到着しました。ルドミラの調査結果によりますと、本日ここで遭遇する確率が高いとのことです。潜伏をおすすめ。皆さん、あそこを見てください。
ますよ、ピルグリム。そうみたいですね。運がいいのか、それとも。よし、呼んでみるわよ。いや、指揮官、射撃の許可を。ついにラピも火力の道を進むんですね。でも闇雲に火力を注ぐのはよくありません。真の火力の道というものは足跡がありません。はい、火力の道には足跡がない。本当ね、雪の真ん中にいるのに足跡がない。昼間から幽霊なんて出るわけないわよ。幽霊が夜にしか現れないというのは偏見じゃないですか。うん、それは一理ある。どうも腑に落ちません。構えてから射撃で。これは指揮官、お手を。みんな走って。もう雪崩多すぎじゃない。大丈夫です、今度は逃げ切れますよ。しっかり握っていてください指揮官。今度は絶対に離しません。トーカティブ、また会えて嬉しいな。惜しかったな。罠を早めに見破っていたら勝算があったかもしれない。しかし、すでに起こったことだ。変わりはしない。当然だ。そうか、それはありがたい。私も人間は大嫌いだからな。いくつか質問がある。どうか誠実に答えてくれ。貴様と一緒に動く人間もどきの性能が高くなったことはあるか。誠実に答えるよう言っただろう。ここには貴様と私だけだ。もう一度聞こう。貴様と一緒に動く人間もどきの性能が高くなったことはあるか。貴様の出身はどこだ。幼い頃病気になったことはあるか。そうか、間違いないな。人間、貴様にはこれから私と共に来てもらう。それは知らなくてもいい。楽しい旅になるだろう。期待するがいい。うるさ
臭い人間だな。口を閉ざさないなら解剖学の知識を試す被験体にするぞ。自爆？貴様は人間だ。人間もどきではない。そんなに強がるな。命がけの強がりか。人間にしては見込みがあるが、貴様の命だけつないで機能できなくする方法はあるということだけは覚えておけ。いいだろう。一つだけ質問を許す。言ってみろ。ああ、貴様がどんな目的で動いているのかは知っていた。おびき寄せるにはそれに勝る餌はなかったからな。思ったよりも簡単で拍子抜けだったが。ああ、二つと言ったろう。質問は終わりだ。そこまでだ。浅はかすぎて見てられないな。残念だが援軍は来ない。貴様の人間もどきたちは私を追跡できないから諦めろ。そして自爆するならもう止めはしない。人間は死んだらおしまいだ。それは分かっているだろう。まだ強がりも。会えて嬉しいよ、おしゃべりさん。巡礼者！今度は逃がさない。無事か。久しぶりだな、その名前で呼ばれるのは。助けが必要か。よし、助けてやろう。その代わり、今から見ることは全部忘れろ。私たちはまだ何も達成できていない。そのため、まだ世間に現れることはできない。います、巡礼者どもめ。過去の異物が。失せろ、異端。地上はお前たちには渡さない。エンカウンター。状況終了。人間、下がれ。私はあいつに話がある。やっと捕まえた。貴様に聞きたいことが山ほどある。助けて。命乞いか。哀れな異形の獣よ。いかなる理由でこの世に生まれ、それほどに悲しく泣くのか。助けくだ。サイン。醜いな。女王様。
ーカティブ。かわいそうに。安心してください。私が助けてあげます。あなたですか？私の仲間を傷つけたのは。ヘレティック。クイーンの直属。異端。人類を切り捨てた裏切り者。ラプチャーを選んだニケ。呼び方が多すぎますね。モダニアと呼んでくれませんか？今日はついているな。クイーンにまた一歩近づけた。トーカティブのことを考えると、あなたにはここで死んでもらいたいですが、大切な仲間の命のためにもこの辺で引き下がります。その顔ちゃんと覚えておきますね。もう逃がさない。あなたの相手は私ではありません。お願いしますね、皆さん。引け！